どうもピロミンです。今日は頑張っているのに評価されない残念な人が陥っている思考についてお話ししていきたいと思います。私不定期で自分のスクールでタイムマネジメント講座というものをやってまして、そこでですね、時間の有効活用、短時間だけれども成果を上げていく仕事の仕方などお話をさせていただいてまして、今日はそこのエッセンスをですね、一部紹介させていただきたいと思います。息子が隣で遊んでいてちょっと物音入ったり話が入ったりするんですけれども、このまま進めていきたいと思います。ね、今日の内容はどちらかというと、まあ、会社にお勤めの方で、まあ、時間に追われているなという人に向けた内容ですね。で、まあ、こんなお悩み、ね、お持ちの方は、まあ、すごく、ね、聞いてほしい話なんですけど、あ、なんかもうこんなに忙しいのに、こんなに頑張っているのになんでお給料上がらないんだみたいな、ね、そういう悩みね、苦しいですよね、そういうの、ね、お給料がまだ上がればいいんでしょうけどね、上がらないとモチベーションがどんどんこうなっていく。うん、辛いね、あのそういう方にぜひね、ちょっとね、あのお試しいただきたいものの考え方があって、自分の仕事は何をもって評価されるのか、そして自分の仕事は誰が評価するのかというところで、ね、一度考えていただきたいなと思ってます、ね、私はもともとね、リクルートで営業マンやってたので、まあ、その時のちょっと話などをちょっとやりながらいきたいんですけれども、私もともと仕事長時間労働の人間だったんです。もう日付変わるぐらいまで働いてた時期も一時期はあったりした、うんですね。で、何やってたかっていうと、その時期、まあ、私営業マン兼原稿制作だったので、一度なんか契約したお客さんの原稿をすごい何度も直したりとかで、まあ、新規契約したお客さんの原稿でいざ作るとなった時、1個だけだと手抜いたとか思われたら嫌だなとか思って何枚も持ってってたりとかしたんですよね。ねー、でしかもいざ契約でお付き合いがスタートしましたってなった時に、別に呼ばれていないんですよ。呼ばれてないけれども、わざわざアポイント取って何度も会いに行くっていうことをしてたんですよね。今月の効果どうでしたかとか、あ、どんな問い合わせが来たんですかとか、売上どれぐらいつながってますかとか、まあ、その会話自体は重要なんですけども、わざわざ、ね、毎月足運んでやる必要があったかどうかっていうとね、果たしてノー、そこはねノーだったなというふうに思うんですよね。ね、これ私、あの当時はお客さんからの、まあ、嫌われたくないというか評判を良くしたいというところでね、あの頑張ってた節はあったなと思うんですけれども、いや待てと思って、自分の仕事を何をもって評価されるのかって考えた時に、まあ、営業マンじゃないですか、当然営業目標を達成できているかどうかで、営業目標は当然毎月来るじゃないですか、なので1年間連続で達成できているかとか、そこなんですよね。で、私の仕事の評価を誰がするのか、まあ、もちろんお客さんが決めるっていうところ、そこはありますけれども、ね、最終的には上司だと思うんですよね。ね、まあ、上司が私のことをいいと思ってくれなければ、当然お給料を上げるとか、まあ、昇進させるっていう話にはなりにくいわけなんですよね。なのに私、当時の上司の方にはね、ちょっと微妙な態度を取りつつ、いやでもお客さんのためにはみたいな、そういうこと結構やっちゃってたなというふうに思って、あ、今日の話別に長いものに巻かれろっていう趣旨の話ではないですよ。あのちゃんとあの効率よく自分の評価を上げていくことを考えると、自分の仕事の成果が何をもって決まるのか、そして最終的にはそれを誰が決めていくのかっていう、そこをちゃんと理解した上で、まあ、仕事をする、まあ、優先順位付けをするっていうことをやっていただくといいよねっていうお話です。ねえ、なんかもうなんか私、昔の自分を振り返ると、まあ明日の学校のテストは理科だよって言われていたのに、なぜか英語勉強してたような状態だったと思うんですよね。いや、そこを頑張っても評価にはつながりにくいんだよっていうところ、すごいしゃかり気にやってきたというかね。え、いやー、けど、まあ、たまたま身の回りにね、そういう方もね、今振り返ると分かったような感じはねするんですよね。ねえ、なので忙しいなーっていうふうに日々感じている方は、あの自分の今のこの仕事のやり方、優先的に間違ってないかなっていうことを一度振り返っていただくといいかなと思います。で、これ頑張ってもそんなに評価につながらないよっていうもので、別になくしてもいいんじゃないって感じたものは、あの適度にやらない
という選択肢を取るのもね必要だなというふうに思うので、ね、忙しすぎるどうしようと思った時は、まあ、自分の評価ポイントはどこかで自分の評価を誰がするのかっていうのを決めた考えた上で必要なさそうなところは、まあ、あのならない、もしくはあの仕組み化して短時間でこなせるようにやり方を変えるっていうことをしていただけるかなというふうに思います。ということで、今日の話ためになったなという方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。それではまた。え、なんで